新聞やテレビのニュース報道を読み解く、自治力をつけるための検定、ニュース自治能力検定、略して N 県を目指す方によりわかりやすく自治力をつけていただこうというコーナー。毎日新聞 N 県セッション。今日取り上げるテーマはこちらです。間もなく開業する北海道新幹線。新青森から新函館北斗の間を結ぶ北海道新幹線が来月26日に開業します。 新たな交通網の整備は 観光を中心に沿線地域の産業に大きな影響を与えることになりますということで今夜はまもなく開業する北海道新幹線について取り上げたいと思います。解説は TBS ラジオ中村久人ニュースデスクです。よろしくお願いします。まあまあよろしくお願いします。はい。そもそもこの北海道新幹線っていうのは全国新幹線鉄道整備法というね法律に基づいて1973年に整備計画が立てられたんですね。え新青森とな札幌の間が計画されていて、うんうん、えまあ工事の 着2005年の5月でいよいよ来月26日に、えー、そのうちの新青森と新函館北斗の間が開業するとこれどういうルートを通る今あのほらあの新青森が東北新幹線終着駅になってるじゃないですかそこを出発して青森県の奥津軽今別駅 青函トンネルを通って北海道の木古内駅これを経由して新函館北斗駅というのに至るルートなんですねでこの今回のルートの終点新函館北斗という名称になってるんですけれども実はこれ北斗市にあるんですね JR の函館駅まででは在来線で20分弱というねちょっと内陸側函館から内側に入ったところにあるそれで駅名をどうするかみたいなことそう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 どっちなんだっていうね でつながるっていうことですよね。本当新函館北斗と札幌の間の開通は20年2030年、2030年、えー、予定してるんです。まだちょしばらく先ですね。少し先ですね。えー、気になるの所要時間なんですけど、はい、どれぐらいかかるんですか。と新青森から新函館北斗までの間の時間がだいたい。 およそ一時間ぐらいというように、ね。一時間はいはい。で仙台からはおよそ二時間半。東京からで考えるとおよそ四時間二分。四、うん、時間切ることはできないで四時間ちょっと超えちゃう,とい,う感じいやそれ気持ちかいですよ。これ飛行機との競争っていうのはどういうふうになるんですか。これはねどうなるかっていうのは,は結構注目されるところなんですが。時間と予算とっていうことでね。そういうことなんですよ。えー、で例えば東京と大阪の間っていうのは、はい、新幹線では最短の所要時間で二時間二十二分で行けるわけですよね。二時間二十二分。 うん、鉄道利用者が85%飛行機を利用する人は15%ー広島と東京の間これ新幹線での所要時間が3時間44分、はい、この間でも鉄道は67%で飛行機が33%<ー>ところが東京福岡間になるとですね、はい、新幹線では所要時間4時間47分かかるんですね、うん、鉄道が10%飛行機が90%と逆転しちゃうそうなんですかそう あでもなんかか気持ちはわかるけどだからその目的地まで3時間台だと大体多くの利用者が、ね、新幹線を選びがちなんですけれども、はい、4時間を超えてしまうと一気に飛行機に流れてしまうというふうに、ね、言われてるんですね。 だまあ、今回、東京と新函館北斗の間が4時間2分ということになるんで、うんえー、でしかも函館の中心街まで在来線乗って20分ぐらいかかっちゃうと。ああ、これも微妙ですね。まあね、どうなるのかなと。うん、まあでもね、あの、本当これが開業したらみんなまた多くの人が乗りに行くんじゃないでしょうかね。うん、楽しみですね、はい。さあ、それではニュース自動力問題です。はい。 まあ、国が建設を進めている整備新幹線。はい、北海道新幹線は新函館北斗と札幌の間、まだ開業してませんよね。うんうん、で、この北海道新幹線と同じように、一部区間で開業しているっていうところが、うん、北陸新幹線と九州新幹線があるんですね。あ、そ,そうでしたか。うん、では、はい、この北陸新幹線と九州新幹線で、開通していないルートっていうのは、どことどこの間でしょうか、えー わこれ北陸新幹線は最終的に大阪までっていう案があった気がするんですよ九州は熊本側を通ってるんですよねだから逆の、えー、宮崎とかを通るルートを考えてるとかそれでは正解の発表ですはい半分正解にしときましょうそうですか、うん、北陸新幹線は、はい、そう大阪までのルートっていうことは<あ>今の金沢から大阪までのルートっていうのが計画されてるんですね、はいうんうん で、九州新幹線は、これは、長崎ルートっていうのがある。長崎ルートそう。 今のルートに、プラス長崎そういうこと。佐賀県の鳥栖市から、長崎に至る長崎ルートっていうのがね、計画出てる。だから、か福岡から鳥栖まで行って、そこで分かれて、長崎方面に行くのと、うんうん、そのまま鹿児島まで来ると。で、北陸新幹線の高崎と金沢の間は、去年開通したと。うんうん、で、今後はその、金沢から、まあ、新大阪っていうか、大阪に至るルートっていうのは計画されてるんですけれども、えー、これ実はどこを通るかっていうのは、まだ地元自治体と協議中で、正確に決まってないんですよ。 だから先をどういうふうなコースを通ろうかっていうところが、ね、まだ決まってないんですねで九州新幹線は鹿児島ルートはもう全線開通しましたよね,ね、はい、長崎ルートは今後着工する予定ということなんですね、うんうん、整備新幹線っていうのは建設する財源というのは国と地方自治体の負担、はい、それからその新幹線を運行する JR 各社に売却した代金の一部、うん、それから駅とかいろんな施設のリースの収入を充てるというふうなことになってるんですねお 新幹線っていうとその地方格差の是正と地域振興につながるというようなことも言われてますけども逆に人の移動が楽になるっていうことで地方から都心部に人が流れてしまうっていうね地方の衰退層ストロー現象並行する在来線なんかは廃止していくっていうことになるんでん、はい、まあ地域の交通ネットワークにとってもちょっと影響が出るしう、うん、果たしてみんなそういうような確率的なことでいいのかなっていった問題も もうないねはらんでいるという方とは言えるでしょうね。久里さん、今週もありがとうございました。はい、来週もよろしくお願いします。はいはい